ます。とても食いしん坊だなと。ここからは楓浜の様子を皆様と見守りながら、楓浜について少し。楓浜がこれからもすくすく元気にたくさん竹食べて成長してくれるようにと願いを込めて作りました。わんぱくで好奇心旺盛な性格なので、雪だるまはすぐに触って楽しむだろうなと思ってたので、予想通りという感じです。